計算して全部編んでいくんですけど、一本の同じような竹でも粘りも違う、癖もある、扱いにくい、それをこうやるのが職人さんやろっていう、それ仕事やろっていう。これ手の材料で、これを入れて、あの蓋が干渉しないようにちょっと取り付けて完成です。昔の技術であるとか、昔のカゴも、カゴとかに興味のなかった人がこれを見て、あ、なんかすごくいいなと、持ってみようかなと思ってもらえたら嬉しいですよね。なんかこんないいもの買ったよってもう親に見せたら、それを持ってあのお豆腐屋さんに買いに行ってたって、母も祖母もそうやったね、なんか懐かしいって、そんなんやったっていう、なんか昔の記憶を話してくれました。